あ、ぶっちゃけね。ちょっとしんどくて。ふうくんじゃん。あの、まあ、タイトルの通りねんけどさ、まあ、ほとんどの人間は、ゼロテンスタジオって炎上してたんですかみたいな。知らなかったですっていう、まあ、奴らがほとんどやってないけど、実は俺、ちょいちょい炎上してるわけよ。ただその炎上っていうのは、まあ、はっきり言うと炎上商法なのね。数字を取るためには炎上商法が一番手っ取り早いと。っていうのが、まあ、その自分の研究結果としてあるんで、こう炎上商法でやろうって思って、こう、ずっと、やっとるんよ、当分はね。やっとるからなんやけどさ、その、すごいわけ。まあ、主にショートとかでやったんやけどな。アンチコメント書くような奴ら煽って、みたいな。で、俺、本気でこう YouTube をやるときに、すべての人間関係を切ったのね。本気でやり始めてまだ2年間やけど、すべて切ったの、俺。人間関係、友人も、恋人も、安定も安全も、娯楽も、全部捨てたの。で、完全に一人で、もう YouTube で金を稼ぐしかないと。だからもう、夢を掴み取るか死ぬかの二択しかないわけよ。っていう状況で、まあこうやっぱずっと徹底的に自分を追い込んでやっとったんやけど、やっぱりこう、最近すごくて、すごいの。俺も人間やからさ、俺も人の子やからさ、うわってやっぱなるわけやん。普通に、正直。まあそれで最近ちょっと、まあ、ぶっちゃけね、ちょっとしんどくて。だからちょっと今回のこの動画、まあちょっとアンチの人たちに向けて、ちょっと話そうかなと。アンチを買い取る皆様に、やっぱちょっと、うわってなるわけかなり。アンチコメントをいつも書いてる皆様に、ちょっと一言だけ、俺も人の子やからさ、ちょっと一言だけ、うるせえよ、バーガー。ファックです。ファックです。なんていうの？これアンチコメントをさ、書いとる奴らってさ、もう人間の不幸が大好きなわけやん。芸能人のさ、不幸が大好きなわけやん。成功しとる奴らが転落するの大好きやろ、お前ら。だから今思ったやろ。登録者20万、天才、圧倒的才能の持ち主ゼロタンスタジオ。わっついにアンチにやられたかと、俺たちのコメントについにやられたかと思ったやろ。ファックです。悪いな。そんな玉じゃないね。格が違うから、お前らとは。どう？お前らちょっと黙って見とけよ。っていうのが、アンチに向けて。だからもう、ウキウキの気分で開いたアンチたちはもうちょっと、これで閉じてもらっていいから。まあ、こっから先はちょっとアンチコメントを書かへん。普段の9割の普通の視聴者に向けて、一言。負けんな。まあ、多分生きとったら、クソみたいなことがいっぱいあると思うのね。人間関係や学校や仕事や、クソみたいなこといっぱいあると思う。負けんな。いいか、こんだけボロボロになって、すべて捨てて一人になって、借金あって、先が見えへん中がむしゃらにやっとるというこのゼロ点スタジオ、俺に負けんなよ、お前ら。俺は負けへんからな。誰にも。ボロボロになっても、金前にらんで進んでいくから。だからこれからも変わらず、ゼロ点スタジオ突き進んでいくんで、何卒よろしくお願いします。